ピピです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はちょっとね、ヤンピピ思い出話をしたいと思います。皆様に最後まで聞いていただけると幸いです。ヤンピピが寮に住んでた時の話なんですけど、動物飼いたくなって金魚飼うことにしたんです。名前はね、デメコさん。大きめのバケツにね、エアポンプしてデメコさんをね、飼ってたんだらね、デメコさんもね、ヤンピピにすごく懐いてきて、声かけたら寄ってくるようになったのよ。それからね、1週間か2週間だったか忘れたけど、仕事から帰ってきたらね、デメコさんがね、えらいね、勢いでね、水槽の中で上がったり下がったり、上がったり下がったり繰り返してて、どうしたんだ、デメコ、今日はえらいスピードで上がったり下がったり、上がったり下がったりしちゃったけど、なんかあったんかと思って、よくよく見たら、なんかね、いつもと違うのよ、デメコ。で、ずーっと見てたらね、デメコね、エアーポンプのね、水流にね、流されてね、上がったり下がったり、上がったり下がったりしちゃっただけでね、薄目開けて死んでたのよ。ポンプのね、流れに沿ってね、身を任せて動いてただけだったのよ、デメコ。もうびっくりよ、ヤンピピ、本当に。ヤンピピとデメキンのデメコの話でした。聞いてくれてありがとうございます。はい、今日はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。ヤンピピでした。バイビー。デメコフォーエバー。バイビー。